愚か者がやっと気づいた成功法則学校に行けない子どもたちからオリンピック選手をはじめとするアスリート企業経営者マネージャー新入社員メンタルサポーターとして20年間にわたり講演研修を行ってきた成田義則が。 今と未来を変える人生哲学の話をお届けします視聴者・リスナーからの人生相談にもお答えしますこんにちは早川洋平です愚か者がやっと気づいた成功法則今日は第8回お届けしますナイさんよろしくお願いしますよろしくお願いします さあ、えー、今日は第8回ということで、前回はね、えー、視聴者の方からご質問いただきましたが、今日は何さどんなお,お話、テーマを上げていただけるでしょうか。今日は悩みストレスというテーマでお話をしたいと思います。はい、悩みストレス。はい。 悩みストレスといえばちょうど今ね9月入ったばっかりですけどやっぱりまあね学校そしてまあ会社今ねまあ結構みんなリモートワークだったりちょっとこうなんて言うんでしょうメリハリないとこあるかもしれませんがまあ一般的には夏休み明けてまあ暑かった夏だしまあ実際今もちょっと暑いかもしれませんがやっぱりこのモチベーションというかねまあそういう意味でその時期的なものあと今もさらっと僕も言いながら思ったんですけどやっぱりこのコロナずっと続いて。 正直生活メリハリとかないじゃないですか今までに比べて。なのでいわゆるこの辺のなんかモチベーションっていうのも今日のなんか悩みストレスと関係するもんなんですかそうですね。はい。そこのテーマで今日お話しします、ね。あぜひぜひ。はい。まず悩みとかストレスっていうのがもし出た場合に。はい。はい。まずばーっと書きます紙に。あその悩みストレスを書く。はい。今日のテーマと関係あるんですね。はい。はい 悩みとかストレスをまず紙にバーッと過剰書きにするんですね、はいはい。今こんな心に引っかかっているものこんなにいっぱいバーッとあるよ書,く書くわけです。はい、で一番最初に自らがコントロールできるものなのか、うん、できないものなのかに分けます。うんはい、自らがコントロールできないものはあなたの悩みではないということです。うん、悩みではないそういうことです。そこを悩んでも意味がない,いああ、そうかそうか。 要はコントロールできないんで要はもう旦那さんね相手を変えたい奥さんを変えたいって言っても相手が変わる気がなければ変わらないですよね,そう,ですねそうすると変えられるのは自分だけですから自分がどういうふうに対象を変えればいいのかっていうのは考える必要はあります、はい、ただ相手を変えようとしてもそれは無理です,無理です、ね、どんな言葉をかけるのかどんな機会を相手に作ってあげるのかはできますよね、はいうん それ以外はできないので、コントロールできないところはもう悩みではないということです。例えば世界平和が悩みですって言ったって、あなたにコントロールはできないです、ね。できないんですよね。あ難しいですね。はい、ですよね。いや、うん、で,はできることに焦点を当てればいいので、いきなり漠然と世界平和と言っても何もできないので、自分ができることはじゃ何なのか。 っていうことです、ね。環境問題なんかもそうですよね。いきなり CO2 をなん、なんかものすごい数字とか無理ですよね、一人じゃ。もう何もできないので、自分ができることから始めようっていうことなんですね。はい、だからまずは悩み、ストレスがあった場合に、はい、要は自分で自コントロールできるかできないかを分けます。はい、そしてコントロールできるものだけが自分の悩みと認識します。はい、自らがコントロールできるものだけです。はい、それをバーッと書き出して、 で一番今自分にとって大きいものを一つ選びますはいそれを一個一個対処するなるほどそうすると、うん、やがて悩みは消えていきます常に一番トップの重いものから対処するわけですはい要はコントロールできるもの、うん、コントロールできるものっていうのは自分が何かアクションを起こせるわけですから、はい、具体的にどういうアクションを起こせばいいのかをまた紙に書いてこれを実践するっていう習慣を身につける 一番良くないのは、はい、ほっとくことですもうもう見たくないとあのゴミ箱にね長もも入れてバーンと閉めて、はい、あもう開けるの嫌だってずっとほっといたらもうどうにもならない状況で、はい、もう開けざるをえないだもうその時はもうどうにもならないっていう、はい、この状態を起こさないことです常に悩みを整理して一、うん、個一個解決しておけばいいわけですね、はいうん こここがすすごく大切ですねこれ今のコントロールできないこととできることに分けるとそしてできるものの中から順番に一つやっていくって話ですけどちょっと確認させていただきたいんですけどそのできるものからのところは一番その中の大きいものからやるその大きいの定義っていうのは難易度が一番高いとか低いとかじゃなくて自分の悩み でコントロールできるものの中で一番その、まあ、悩みなななんででしょううね一一番番気気ににるるるものの比率占めてるものという、はいとか問題ですこれ実際もうちょっとまた具体的に入っちゃいますけど一番気になる問題って考えると実際のところは分かんないですけど、えー、と僕が今パッとなんとなくそれを想像すると一番気になるものはでもそうか一番気になるものが一番解決するの難易度が高いとは限らない限らないですね。うん ただまあ逆に高かった時にまあ比較的高いと思います,高いですよね。でも、えー、とやっぱりそこに取りつまり何が言いたいかというと例えば解決一番できそうなものからね取り組んでいくみたいなのもあのなんか一つありのような気がするんですが今の話行くと成田さんの話行くとむしろ。 そういうことじゃなくて難易度よりもま締める割合というかい一番気になってる、うん、そのあたりもうちょっと詳しく教えていただけるとなぜそれなんでしょうか一番気になってるものから手をつけることによってストレスって一番気に気になることがストレスでしょそうですようそうです気になって気になってしょうがないっていうのはストレスですね、はいはい、なので気になってることをやっつけてしまうとようん、要は気にならなくなる 度合いがどんどん高まるわけですね。はいはい、なので軽い問題よりも気になっている問題を早く処理しないと、はい、一番実は蓋を開けたくないものをまず開けて、はい、で処理するわけです。で処理をし終わらなくても処理をしている段階で心は軽くなりますから。確かに。そのアクションを起こしている段階で。はい 一番いけないのは、見て見るふうにしてる。何もしないときです。もうどん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 、もう頭じゃ分かってますよ。はい、早く開けなきゃいけない、見なきゃいけない、対処しなきゃいけない。でも僕もずっとそうでした。それをもう一番逃げたいから、そう、はい、するともうどうにもならなくな,なってや、もうしか対応しない。はい、だからボロボロになる。 これでも面白いですねなんかちょっと抽象的ですけど、はい、僕もまあ僕もとかみんな多分あるじゃないですか、はい、で結構自分の中でこう起業して12年でちょっとあの具体的なことは差し控えますがやっぱずっと自分のスタンスとしてそこを逃げてたみたいなところあるんですよでも多分これ一番大事なんだってやっぱ若かるじゃないですか人間って感覚的になんですけどやっぱりこの12年ぐらいでもう思い切ってもう蓋開けて、まあ、変な話ですけどどうせやんなきゃいけないとどうせ一番大きく締めてんじゃないかお前うう疑うなと思って とにかく開けたんですよで開けて取り組んだらつまりさっきの難易度って結構幻想であれ意外と結構あっさりみたいなこともありますよね <laughs> ありますありますね、うん、だからなんかその恐れが恐れを呼んで増幅してたみたいなありますなんかその辺ってやっぱあるんですかありますとにかく大切なのは動き出すすことですねやっぱりそこですかそこですだから解決しなくてもそこに向かってるという自分がいるだけで要は絶対ストレス変わってきますからうん、うん、もちろん。 何もしないで、見てみるふりをしてるのが一番自分が気づいてるわけです。そう。自分のことを一番見てるのは自分です。自分です。その通りです。なので、それが一番のストレス。だから、えそうですね。タイムマネジメントの一番の秘訣は何かというと、やりたくなくても、やらなければいけないものを先にやってしまえっていうことですね。確かに。はい。ブライアントレーシーで、カエルを食べてしまえっていうね、本ありましたけど、 まさに嫌なものを先に食べちゃえば、もう本当楽になるよ、うん。食べなくていいんだったらいいですけどね、食べなきゃいけない,いわけですからね。そうそうそう。もう、とにかく一番嫌なものを先に食べちゃいなって。うんうん、食べなきゃいけないんだったら。うんうん、で、とにかく、その、やりたくなくてもやらなきゃいけないことを先にやる習慣を身につけると、僕も実はそこが苦手です。めちゃくちゃ苦手。めちゃくちゃ苦手なんですけど、意識すると変わってきます、なんだんね。はいはいはい。うん だからもう忘れるんです常にやっぱりやりたくないんでもう僕先延ばしの天才なんですね、うん、なのでどんどんでもあもういけないいけないと思ってまた自分の常に理想像を毎朝毎晩チェックすると、うん、あ駄目だなって言ってまたそれに取り組むわけですねそうするとすごくすっきりするわけですこれが精神衛生上一番いいだからストレスためない、ね、ようにするにはやりたくなくてもやらなきゃいけないことを先にやってしまうそれも 楽しくやってしまう。どうやって楽しむかっていうと、うんはい、やりたくないことだけど、それを先にやっちゃったら、一回でもやってください。はい、めちゃめちゃ気持ちよくありません。いや、なります。すっきりしますよね。うん、ってことは、次からは、やりたくなくても、えー、先にや、やりたくなくて、うん、後のロンドにしてるものを先にやっちゃうのが楽しみになってきます。いや、ほんとそうなんです、ね、すっきりする。そう。 そしてなんか変な話ですけどなんか例えばトラブル対応とかその直ちには実はトラブルならないんですけどなんか自分しか開かない種みたいなのあるじゃないですか、ね、これこのまま3年4年ほっといたらみたいなやばいよねっていうそう,っていうみたいなのあるんですけど意外と面白いそのやったらさっき言ったように意外と開けたら大したことなかったどころか、うん、むしろそこにすごい大きな自分でも気づかなかったむしろチャンスの芽があったりとか何なんですかねなんかすごいありますよねいやそうなんですねだから全て起こることに意味があると考えるのか、うん、ああ 要は自分にとってね、すべて起こることに、あ、これは意味があると考えるのか、私はついてないと考えるのか、はい、偶然と考えるのか、で、大きく変わってきます。はい、で、これは考え方なんで、合ってる合ってないじゃないんですね。はい、正しい正しくないので、どうでもいいんです。どういう考え方をすれば、自分はより幸せになれるのか、という観点から言うと、すべ、はい、て起こることには意味があると考えれば、はい、どんなに苦しい、辛い、 不幸一瞬一瞬不幸と思える出来事からでもですね、はい、いろんなことが学べるわけです、うん、この考え方をぜひね常に何かあった時にあこのことに何が意味があるんだろうって問いかけるようにしていただくといいかなと思いますまさに思い込みで人生は決まるわけですからね,そうですねどう思うかどう捉えるかです、ね、どう思うかどう捉えるかこれを解釈力と言います 何が起こってもそれをプラスに捉えるのか、マイナスに捉えるのか。そして先ほども、前回もお話ししたように、プラスにフォーカスするのか、うん、マイナスにフォーカスするのか。全部自分の解釈ですよね。うんうん、ここが全て人生決めてしまう,いう,う選んでるのは誰ですか自分ですね。そうなんです。はい、ところがほとんどの方が外的要因にコントロールされちゃうんですよ。確かに。要は。 ここが非常に大きな問題です。こんなことがあったから私は今こんなに不幸。あんないじめがあったから私今こんなに消極的。あんな先生と出会わなければ。あんな友達と出会わなければ。あんな事件に遭わなければ。私はこんなになってないって言ったらですね、もう自分はそこからもう抜けられないわけです。でもそれは解釈一つです。あんなことがあったから私は今こんなに幸せって。 もうこれが成功者の常ですよねうん、うん、過去の失敗やいろんな苦しみから学んで未来に生かすだけなんですようん、うん、だから何があっても必ず意味があるよって考えてほしいんですなるほどかつそうかもう何回か前にもお話しだきましたけどつまりそういうことにフォーカスを変えるというかねプラスにフォーカスを変えるはいはいはい、はい、そしてその自分でマニュアルでフォーカスする力っていうのは僕らが思ってる以上に大きいですよねそうです、うん で、先ほど話したように、そのストレスっていうのは自分がコントロールできるものだけに悩みとかストレスをね、はい、焦点当てましょうと言いましたね。で、要はそこがすごく大切なんですよ。うん、要はコントロールできないものっていうのは、アウトオブ自分の範疇ですね。はい、要はもう外的要因なんです。うん、だから例えば上司に、 例えばモチベーションの話あれも例えば上司に認められない,はい、はい、あんな言葉言われた評価されないとか、まあ、こんなことがあったとか、うん、自分じゃないんですコントロールできないものにいわゆる焦点が出て,てるんですよ評価なんてまさにそうするとどん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 落ち込んでしまうわけですね、はいうん、ところが一番そこで大切になってくるものが実はリソースなんですやっぱりそこですね今ねすいません勝ちちこっっゃいいけななでですけどそこで大切になってくる のがっていう瞬間に理想像ってやっと出てくるようになりました。出てきました。ごめん、今度から質問します。次回の収録します。忘れてたら気をつけますね。はい。いや、そうなんです。本当に。要は例えば、もう数字が上がらないとか、思うようにいかないとかって言ったらば。もうこれってコントロールできないんですよ。すぐに。要は、すぐに数字上げることもね。要は営業だって限界がありますし、時間だって限界がありますしね。 コントロールできないことっていっぱいあるわけです、はい、ところがどんな状況であっても私はこんな人間になりたいはコントロールできますかできませんかできますできますよね、はい、そこなんですそして最初はなりたいからでいいわけですよねそうです,そうです私はこんな人間になりたいね。それはどんな状況であっても常に前向きに未来に向けてどんな状況からも学んで未来に生かす存在になりたいと要は で、もう、いかに苦しくても、人のせいにせず、周りのせいにせず、自分ができることに焦点を回ってる。はい、ね。例えば、そんなに理想像だったら、落ち込みます落ち込まないですね。ですよね。モチベーションって、要は、内的要因なわけですね。うん、外的要因に左右されるモチベーションは、これ、偽物なんですよ。うん、要は。これは、弱いんです、とっても。確かにあります。褒められたら嬉しいしね。やる気出ますよね。ところが、褒められなくなったら、やる気が。 もう学んんです、ね、なくなっちゃうでしょ。はい、これ弱いじゃないですか。うん、いい時はねいいですけどねいい横から突っついたもろいですよね。だから強く強くしたい人は内的要因でモチベーションを上げてほしい。それには理想像を明確に持ちどんな状況であっても私は笑顔で前向きに努力を惜しまない人になりたいとかね書いといたらもう。 いけますよ、ね。でも不思議ですね。そう考えるとどう考えてもまあだからあざりたさんこれおっしゃってお話しくださってると思うんですけどどう考えても外的要因よりもその内的要因まあ理想像を描いた方が強いしやっぱり楽しいですよね。そういうことなんですよ。だすでに内的要因で人生決まるわけです。はい、ってことは人生はあなた次第ってことなんですよ。はい、自分が自由になるんですよ。はい ブライアンが言ったように太陽が東から昇って西に沈むように要はもう当たり前のことなんだっていうのは何でって言ったらあなたが全てコントロールできる何が起ころうがそれをどう解釈するかどう対処するかどう考えるか全て自分じゃないですかってことは何があってもプラスにフォーカスするおかげさまおばさんじゃないですけどあるものにフォーカスをするそしてもっとよくするためにどうしたらいいんだろう常にここにフォーカスすることによって前向いて 笑顔で未来に夢を持てるんですよなので全て自分にあるというだから周りの人のせいでもない時代のせいでもないコロナのせいでもないコロナが起こったことによって悲しみいっぱいあります辛さもいっぱいありますでもそこから得れるものもあるはずなんですねだからコロナで失ったものに焦点を当てるんじゃなくてコロナによって気づかせていただいたもの得れるものに焦点を当てましょうっていうことなんですよはい あ実際そうですよね。まあコロナのこと一つとっても、もちろんね、あの、例えばたまたまこうやっていた事業がね、あの割と、例えばですね、あえてデフォルメして言いますけど、こう、まあデジタルでね。 例えば飲食じゃなくてみたいな感じでこう今うまくいってる方もいるかもしれませんで逆に飲食でねやっぱりなかなか苦しんでる方もいますがただその飲食店で僕の知り合いの休業家でもあの結構有名な方いますけどもうあの多店舗展開してるんですけどもうニコニコ笑って本当に今言いながらちょっとあの泣けてきたというか思い出してきたんですやっぱその解釈力とかしてるのでなんて言うんでしょう直ちに緊急事態宣言で本当に明らかにまあ例年比べたらもうガクンと落ちてるんですけどやっぱりその成田さんがおっしゃる 理想像とか全部掴んでる方なんで何て言うんでしょうもうニコニコ笑って全然でただまあ,あのやっぱりちょっとずつ回復してきてるしだからなんか本当に解釈力ななんんででしょうねそうねそすだから常にどんな状況でも必ず道は道はあると考えるのか、うん、考えないのか、はい、もう無理、うん、ダメって、うん、誰のせいってコロナのせい、うん、支援金を十分に与えない政府のせい、うん 外的要因のせいにするからマイナスになってしまう。はいうん、でももう関係ない。もう自分ができることは何なんだろう。うん、もうデリバリーをよりみんな大ヒットするようなすごい弁当を作ってやろうとか、いろんなところと提携してネット通販すごく伸ばしてやろうとか、うん、今まで考えつかなかった、やってなかったことの分野はいくらでも伸ばせるわけですね。はい、だからいろんな形でまた全然違った業種に目を向けるのかもしれません。うん、これ必ずチャンスはあると考える人にしか、 チャンスはやってこないです。うん、それは全てですね。そうなんです、うん。ありがとうございます。なので信じるものは救われるって先人たちが言ってますよね。うんはい、それはこれはすごい大事なメッセージで、うん、未来を信じるものしか未来はないんですよ。うん、ですから例えば無限の可能性って言いますよね。はい、なんでそれ使えないのって話じゃないですか。うん、それはとてもシンプルにその人は自分の無限の可能性を信じてないから使えないんです。 これだけなんです。でも確かに言われるとその通りですよね信じてないものはないし信じてるからあるわけですよねそういうことです要は自分の限界は誰が作ります自分。ですよね自分が信じてるところまでしかやらないでしょってことは自分が決めてるんです全部だから私の限界ないよって無限の可能性よってのを本気で信じればさまざまな可能性がより出てくるわけです なのでぜひ無限の可能性みんなが無限の可能性誰が今どんな状況であっても関係ないですよ、はい、生きてるだけでその無限の可能性の価値があるんです、うん、世界でたった一人の価値ある存在ってことをどんな状況であっても忘れないでほしい、はい、そして未来を信じてほしいんですね、はい、未来を信じた人は救われるんです、はいはい さあ、えー、ということで、えーはい、今回もお届けしてきましたが、えー、番組では皆さんからの、えー、ご質問ご感想を、えー、お待ちしております、えー、詳しくは youtube ポッドキャストと,ともに、えー、概要欄にある url から、えー、ご応募いただけたらと思いますということで今日は、えー、第8回をお届けしましたナイスさんありがとうございましたありがとうございました皆さんありがとうございました